2A3 コンデンサトール 2P とはソビート連邦で開発された 406mm カノン砲を搭載する自走砲である。2A3 とはグラオーによる故障である。とは複数機を意味する。2A3 コンデンサトール 2P は冷戦の初期に開発された車両である。これはアメリカ合衆国が新規な戦術ドクトリンに基づきペントミック手段と呼ばれる。 核砲兵部隊を含む核兵器を重点的に運用する部隊を創設したことが原因であった。核砲弾を運用する M65 280mm カノン砲は1952年に開発され、1953年には西ドイツに配備展開された。この対応としてソビエト連邦は核砲弾を発射可能な 406mm 自走砲を 開発する独自の計画を開始した。この計画によって開発された大口径自走砲の開発計画及びそれによって開発された車両はオブエイクト271と呼称された。グラビン設計局では1955年に法本,本体とその運用システムを完成させた。その後すぐイズ重戦車シリーズの走行装置を流用して設計された。 オブジェクト271の車体が、レニングラードに所在するコトリン設計局にて、完成された。砲と車体を結合したものには、軍事工業故障 2A3 が与えられ、1956年、レニングラードのキーロフ工場にて完成した。創生算数は、わずか4両である。西側のオブザーバーは、1957年、赤の広場において行われた軍事パレードで、 この新兵器を最初に目撃することとなった。当初、オブザーバーたちはこの兵器は、抑止効果のためのモックアップとして作られたものであると考えた。コンデンサトールは1956年から実用試験が開始されたが、その期間は例外的に短いものとなった。開始のちほどなく、ニキータ・フルシチョフの軍改革が行われ、軍の改革は、 陸上発射式の核兵器の運用には、スターリン時代に形成された、超重砲兵及び、重戦車部隊に代わり、より効果的なロケットシステムを選ぶものであった。コンデンサトールは、兵装の広範な試験が行われた後、高度司令部砲兵隊の予備兵器に任命された。全4両のコンデンサトール自走砲は1960年代、中頃に退役した。 一両は2010年代においてもモスクワに所在する中央兵器軍事力博物館にて展示されている。ありがとうございます。